したらいい子になれるのかな。5時までは家に帰ってくるなって。なんでそんなことばっかりするの？余計なことばっかりして。大丈夫？みずきさんってさ、あやねちゃんの頭撫でないの？ゆうたくん、ご飯食べてますか？なんでその言い方！頑張って。私があの子に優しくすれば、あの子も他人に優しくしてくれるの。子供を可愛がれば、世界が平和になるわけ。ダメダメ先生、そんなんすよ、親が怒鳴り込んできますよ。分かってますけど、見てみなきゃ分かんないじゃない。みずきさんも辛かったよね。自分のこと嫌いでしょ。神田さんは悪い子じゃないよ。